内装が天井がすごい高いので、そこまで広い内装ではないんですけど、結構広く見えるのと、なんだろう、光がいっぱい入るので、個人的にやっぱり写真をよく撮りたいので、すごくそういった意味ではいいかなって感じですね。6年になるの で僕がオープニングで、今グループ展が4つあって、オープニングスタッフは今アリーにいるの僕だけで、あとは結構4店舗に散らばってるっていう感じになってますね。結構割と早い展開でポンポンってお店を出してスタッフが移動したので、今改めて今アリーの次の展開に向けれるようにっていう段階ですね。そうですね、僕の朝のモーニングルーティンは必ずモンスターを飲んでます。で、よくわかんないけどストローで飲んでます。その方がなんか決まる気がしていてストローで飲んでます。今最近だとなんかヘアケアとか夏の時期だと気になる人多いと思うんで、なんかうちで入れてるヘアケアの写真をきれいに撮って、なんだろう、そのストーリーで流して、まあおすすめのヘアケア商品とか小物の写真を最近撮って、なんかストーリーに出すようにしてますね。この辺いいな。結構今の時期とか汗かいちゃったり風強かったりすると、結構巻いてもすぐ取れちゃうんで、ヘアスプレー最近おすすめしてるんですよ。髪の毛キープするのってもうスプレー一択だと思うので取っていきます。あ、ごめんなさい、今ちょうど10時になったので掃除始めちゃってもいいですか。掃除の後にこれ取っていきます。掃除しちゃいます。このアリーチェっていう僕仲いいモデルの子の実際作ってるブランドで、委託というかここに置いていて、まあ、お客様からもやっぱり見られるポイントで、これヘアとファッションってセットだなと思っていて、特にショートとか短くした時、耳掛けとかした時にピアスってすごくポイントになるので、まあ、セットでもう買ってもらえてもいいかなと思ってて、朝の時間にむちゃくちゃ懐かしい夏の曲かけてますね。今日は何だ？お、スピッツですね。結構ランダムに流れますね。おはようございます。はい、そしたら、1分間スピーチをお願いします。言霊ってすごい大切だよって、なんか賛成の水をさらっとするんですけど、毎回決まった場所じゃなくてポテトかアイロン、どういうのですか。東京のカフェリオンっていうカフェがあるんですけど、すごい好きで、ちょっと朝早ですよ。あ、朝早です。その真後ろにあるホフカメ。じゃあ今日も一日お願いします。お願いします。とりあえずここが僕のロッカーで、その場で一緒で使えそうなメガネ一応置いてたり、ここにカメラを忍ばせてます。どこへ撮るかな。もうああでもないこうでもないしてますよ。単純も見えやすくですね。結構物撮りも好きなんですよね。綺麗に撮るのと、なんか爽やかな感じに撮りたいですね。かっこよくでもいいんですけど、結局お客様に使ってもらえたらなっていう感じなので、自己満になっちゃいそうで怖いですけどね。カメラが本当に好きなので、なんか物撮りとかっていうよりかもカメラ関わること全部フルでやりたいので、あんまりこういうのあれですけど、なんか結構割とそのカメラの仕事も結構ありがたいことでいただいてるので、ストーリーに物撮りとかを載せるじゃないですか。なんかいちいち狙ってやっていきたいんですよ。でも狙ってない風にやっていきたいので、なんかこういう物撮りとかも撮ってすごく綺麗に加工するじゃないですか。そうすると最近結構仲良くさせてもらってる、まあ、異業種の人とかからも、あれ物撮りもできるのみたいな風になるので、できますよっていうので
じゃあ今度これちょっとお願いしみっていうので、この間ジュエリーの撮影とかで、あとモデルさんの撮影もしてるんで、モデルさんもそのまま僕は呼んでヘアメイクと撮影でジュエリーとか、それも結構この物撮りとかいろんな写真をストーリーに載せて、ストーリーのコメントから仕事いただいたりとかっていうのは結構続いてるので、すごいあざとく実はこういうのも狙って、最近だとやっぱりこう紫外線対策とかおすすめのヘアケアとか、やっぱお客様に使ってもらった方がクオリティも長く維持できて満足度が高まってくれるので、お客様のなので意識してこういうのはケアケアを最近載せるようにしてますね。結構割とこういうのは最近朝のルーティンになってますね。アリーのアシスタントの浜田拓海です。医者の人たちの僕たちとかのことを気にかけてくれて、なんかいろいろなつながりがある人なので、なんかそういうところで知った情報とかを聞いてなくても教えてくれるぐらいめちゃくちゃ見てくれてていい先輩だなって思います。5年後僕ももう30手前になるんで、阿部さんのちょっと下ぐらいですかねになるんで、もうその時に僕も阿部さんみたいに下の人たちをもっと引っ張っていけるような人になりたいなと思います。半年ぶりぐらいだもんね。まずカラー決めようか。なんか美容室来れないもんね。そうなんですよ。重くならないかな。ちょっとより暗めのグレーでやっていこうかな。はい、そうよし、うん、まあ、とりあえずよろしくね。あ、お願いします。めっちゃ笑ったのが、うん、最初にトリートメント入れて髪の毛の中に CMC をしっかり入れておいた方が色の入りもいいし、あと CMC に色って定着するんですよ。で、色持ちが良くなるっていう感じですね。グレー系アッシュ、新規の方だとオリーブっぽい感じとかすごく多いのでよく出てますね。90% 以上、ほぼ 100% 赤みとかオレンジみが消えなくて悩んでる方なので、色持ちいいっていうのは大前提なんですけど、いかに赤みオレンジみをブリーチしないで消せるかっていうところはすごく意識してるポイントになってきます。で、もう半年以上空いてて、でもこう14センチぐらい外して、そこからまず10センチ塗ってます。お子さんが生まれて、今日ちょうど半年間が空いちゃってて、お母さんって結構、僕のお客様いらっしゃるんですけど、理想の中で1ヶ月、2ヶ月以内とかで来れない方が多いので、特に、ね、今日とかも提案として、まあ、根元とかが伸びてきても自然な感じ。なので、色味のグラデーションみたいな感じに今日はしていて、だから地毛のところはあんまり発色しないレベルで、毛先にかけて赤みオレンジを消したグレーっぽい感じで、あとは顔周りとかにこの前髪のちょっとポイント欲しいって言われたんですけど、大前提短いポイントだとセットしないといけなくなってしまうんですね。邪魔になってしまって、ママだとやっぱセットする時間ないと思うので、だから提案としてはもう少し希望よりも少し長めに残して耳にかけれる長さ、後ろ一本 まとめておいて、顔周りは耳にかけれる、でも巻いたらポイントになるっていうのを今日は提案してます。なので理想のスタイルにライフスタイルをいかに落とせるかっていうところでよく提案してますね。だからその理想のスタイルと似合うスタイルとなりたいスタイルって結構ちょっと違うポイントがあって、そのなんか3つが交わる、そのなんかお客様のかゆいところみたいなところにいかに手伸ばせるかっていうところで、やっぱりスタイルの引き出しがないといけないと思うので、そこはすごく意識してますね。あれ、豚じゃねえからみたいな。どうなんだろうね。そうなんだ。確かに空港で引っかかります。引っかかるよね。熱って止められるじゃん。あ、確かに。なんか大丈夫。なので、なんか習慣化してもらえたら嬉しいなっていう感じですよね。なんか、まあ、インフルエンサーにならなくて全然いいんですけど、インスタはもうみんな気づいてるし、みんな分かってると僕結構言うようにしてるので、まあ、できればそのインスタを習慣化してもらいたくて、まあ、その理由は結局お客様に与えられる部分でもあるし、自分が美容師として成長するツールとして一番やっぱインスタグラムがもう大きいじゃないですか。うん、ちょっとインフルエンサーになるっていう感覚ではないですけど、まあ、自分で自分の好きなものとかを発信できる人になってもらいたいなと思っているので、あの来月とかもその SNS とかでそのすごく集客できている人とか そのセミナーというか講習にちょっと僕行くんですけど、あとスタッフの子たちも連れて行くんですけど、やっぱそれでなんかいいきっかけになったりとかになってもらえたらなってすごい感じてますね。
ナチュラル柔らかいグレーっぽい。全然ですよ、僕全然勉強好きなんですよ。もう学生の頃から勉強結構好きで、割と成績良かったんですよ。あの勉強の方好きだったので、 SNS とか技術とかも割と今その共有してたりとか、今度ちょっと僕の写真の撮り方とか、まあいろいろとそういうのもできたらなと思ってはいるんですけど、やっぱりもう上には上、まあ、上っていう上とか下とかって言ってないんですけど、すごい人ってやっぱり美容業界いっぱいいるので、そのまあそこをやっぱ吸収して活かせるポイントはすごい活かして、まあ取りすぎると頭パンパンになって結局頭でっかちになって終わっちゃうパターンなので、入れて取捨選択していらないものは取って、あこれこの子に伝えれるなっていうのは伝えていくっていう感じで、そぎ取って自分に何かを残すみたいな、まあアウトプットしてるんで自分に入ってくるみたいな感じで、今は勉強は意識してやってますね。ちょっと緑のグラデーション風の。きっかけが、今でこそ何かに特化してとかっていうのはもう何年か前から言われてて、自分の武器をみたいなのあると思うんですけど、なんかそういうのは言われる前、それこそ SNS っていうのがまだふわっとしてる時から、なんか自分の武器というか、なんか目立てるポイントないかなと思ってて、もともとカメラがすごく好きだったので、でやっぱ撮影してる美容師さんって全然いなくて、なんか僕が始めた時っていうのが、なんか雑誌に載ってる美容師さんが撮影するっていうような流れしかなかったので、自分でカメラを買って自分の好きなイメージとかを発信していこうと思って、そこからですかね。楽になる。私も夏なんか予定調べますかね。そう、だ結構ね、はい、めちゃくちゃ固い決心をして、アシスタントだったんですけど、ちっちゃい個人店で働いてた時に決心をして、その時は自分のそのデブに向けてのカリキュラムっていうのもしっかり決まってたんですけど、今思えばそこはまあちょっと違ったかなとか思うポイントもあって、カリキュラムもそっちのけでカメラの勉強をたくさんしてて、で発信をしていて、でできない技術なんですけど、なんかそのモデルというかお客様の連絡とかをいただくようになっていて、技術が追いつかないっていうパターンになってしまったんですね。それで慌ててカリキュラムをしっかりやったっていうパターンだったんですけど、その時はすごくでも固い決心を持ってやっていこうかなと思っていて、すごい黒くなった。いい感じで。そう、これね、そう、あのヘアフレグランス。そう。よし、ちょっと前髪つけちゃうよ。こっちからこうかけるよ。あの毎日コンビニでコーヒー。抜けると半端じゃない。なんかなんだろう、その美容師のポテンシャルっていうのと角度が違った気がしていて。それこそカリキュラムめっちゃやるっていうよりかは、終電まで練習するっていうよりかは、カメラの仕事とか何かで一番になりたいっていう感覚今でもなくて、どっちかっていうとそのオンリーマンみたいな、なんかちょっと何かに特化してて、あの人って何屋さんなのみたいなのを言われたいってずっと思ってたので、美容師としてのポテンシャルはそこまで高いわけではなかったんですけど、何か成し遂げたいとか目指したいっていうところのポテンシャルがすごい高くて、なんかそこだったので、今を見ればもうちょっと技術頑張れよって思いますけど、でもそれがあるので、いろいろ今でも美容師以外にカメラのお仕事だったり、まあ、YouTube 関連のお仕事とかもあのいただいているので、まあ、結果つながっているのかなと思ってあります。まあ泥水すするつもりでやってたんですけど、割と結構すぐにフォトコンテストとか、その美容師さんがカメラのお仕事をするって言って、その時は僕が知らなかっただけかもしれないんですけど、やってる人がいなかったんですけど、カメラ始めてすぐぐらいから結構ヘアメイクプラスカメラのお仕事のそのセットでお仕事をいただくようになって、まだアシスタントだったんですけど、そういうのがすごい重なって、すごく自分の中の自信につながったというか、まあ、そういう結果みたいな部分が分かりやすく見えてたので、そこから火がついてさらに力つけてやってたっていう感じになりますね。
ちょっと暗く重たくなりすぎちゃうから。